みんなこの住吉の地区でね、こういう2年水車があったことは知ってました？はい。あ、知らなかった？知ってました？見てました。見てました。はい。これは何をするのかわかる？水をあげる。このね、クリークの水を、川の水を田んぼに今からあげます。そんなこと聞いてた？水が見れるとこ見てください。はい、釣り回し、いやいや、右左、これ絶対ボンボになるよ。あ、絶対あそこになる。いっぱい風が来る。すごいね。今、麦を作らなくて、田んぼに水を張ることを冬水田んぼと言います。冬水田んぼにすると鳥たちの餌場、餌を食べるところになります。で、この田んぼの中に水を入れることでミミズとかカエルとかがやってきて鳥たちの餌になります。そういった鳥たちの餌場になるとか、あと、ね、ラムサール条約の湿地が近くにあるので大変たくさんの、ね、鳥がこの辺たちいますけど、休憩する場所にこの冬水田んぼというのがあります。